はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、これです。今日の運営、早くね、情報修正が、発表された後にですね、なんともうすでに公式サイトも発表されていました。見ていこうと思います。富士見ハンタジア文庫レジェンドコラボ実施です。期間は1月25日、昼、朝10時からですね。はい、で、2月21日、2月8の9時59分までという感じになっています。僕は大学の試験の前日ですね、どうしろというんでしょうか。はい、やっていこうと思います。マジでテスト期間と被るのやめろよ、富士見ハンタジア文庫レジェンドが強いんだから。はい、見ていこうと思います。今回はこんな感じで新キャラクターが3体に、新しい進化が3体という感じになっていて、既存キャラも情報修正入ってると思います。前回同様にガチャは石7個で引けるようになっています。7個ガチャです。まあ正直このコラボに関してはね、星7が強いコラボと言われずに星6が強いコラボって言われてました。そのレベルで星6も強いんですがね。まあその代名詞として、はい、4色目覚めのゼロスに、さらに確定2色陣のマジクリームも実装されるということでね。今回ここら辺はまあぜひとも知ってほしいキャラになってるかなと思います。ボルカンドーチもいろいろ何かしら使われてましたよね。もう最近は全く使われないけど。そんな感じですね。今回は既存キャラ情報修正見ていこうと思います。その前にガチャ見ていきましょう。こんな感じになっています。はい、まず開催記念ガチャですね。1回無料でもらえます。石1個、プラス、富士見ハンタジア文庫、レジェンドガチャ。こちら120円というふうになっています。そして魔法石10個、アメリア、ウィルテールセールンガチャですね。はい、魔法石10個で引けます。魔法石20個のマギーガチャですね。コンサンスマギーガチャも控えます。魔法石20個、こちら、ナーガ、リナインバース、マギー、テストロッサ、ガブリエフ、ガウリー、ガブリエフ、オーフェン、クリオエバラスティン、サガラ、ツールカナメという感じのガチャも2440円で買えます。そんな感じ。問題は交換所。こんなとこどうでもいいんだよ。やっぱ来ましたね、交換所。ナーガ、やっぱり交換できるみたいです。ナーガ、あ、こちら新しい無課金キャラですね。一応見ておきましょうか。封印耐性2つにバインド回復2つ。スキルが5ターン回復とドラゴンタイプの攻撃力が 1.5 倍。決済ドロップを全回復です。そんな感じ。まあ一応封印耐性2個持ち武器ってこともあって持っておく価値はあるんじゃないかな。ぜひ交換してほしいですね。で、ナーガリナインバースのみ交換可能です。他のキャラは一切交換できません。ちなみにこの歴は無課金の新キャラって感じですね。はい、という感じのね、闇が深い交換所となっています。今回の交換所は2体のみとなっています。前回1体だけだったんでまだマシなんですかね。はい、じゃあ今回はですね、既存キャラ上手でめっちゃ来てますね。見ていこうと思います。結構長いね。あ、でもここら辺全部新キャラか。さあ見ていこう。この下からですね、見ていきます。まずはこちら、スキル調整から。リナインバース1ターンの間ニコンモカさんドロップの6状態を解除。ランダムで一闇ドロップを15ずつ生成が、スキルレベル最大で14ターンとなります。ニコンモカさんに増えたんですね。使い勝手良くなっていいんじゃないでしょうか。しかもニコンモカさんになったことプラススキルターンも4ターン減ってるんで、めちゃめちゃ使い勝手良くなっていると思います。はい、続きましてガウリーガウリーフですね。スキル1ターンの間光ドロップが落ちやすくなって、ドロップの6状態を解除し、右端縦一列を光ドロップに変化です。ロック解除がつきました。ガウリ武器2ターン属性吸収無効と、闇属性的に光属性の300万ダメージが増えましたって感じです。はい。で、続きまして、オーフェン、スキルが、11ターンから9ターンになってね、使い勝手良くなりました。ちなみに、オーフェンのスキルはこんな感じで、3ターン受けるダメージを軽減に、光、闇、回復の3色陣ですね。普通に9ターンは強くなったね。さあ続きまして、クリオエバラスティの武器だけですね。2ターンの間、光属性の攻撃力が 2.5 倍で、最上段横1列、最下段横1列を光ドロップに変化になりました。残念ながらキャラの方はスキル強化ないみたいですね。まあ強すぎるからな、3ターンでな。光生成はしゃあないですね。はい、そんな感じです。はい、普通に周回で使い勝手いいね、軽く出る武器になりました。そしてこちら、サガラですね。スキルが1ターンの間、ニコンモカさんドロップの6個状態を解除。ランダムで5属性プラス、回復ドロップを5個ずつ生成というふうになりました。はい。コボコさんに6解除に6色陣か。まあもう悪くない戦だと思います。結構使い勝手良くなったんじゃないかなとは思いますね。はい、6解除増えたんでね。そんな感じです。まあ正直こういうスキルってね、6解除ないとね、使いたい場面で使えない可能性があって弱いですからね。まあただ問題点は今サガラを使っている人がいるのでしょうか。そこですよね。はい、次行きましょう。続きまして、カナメですね。1ターン属性吸収無効化、ニコンボカさん、全ドロップの6個解除し、水光ドロップに変化が14ターンです。これパーティーによっては強いんですが、やっぱり14ターンで属性吸収無効って言われてもね、属性吸収無効そんなに周り遅いぞ。使いづらいんですよね。だから結局のところ、まあ裏列界とかなら使いますけど、裏修羅、裏魔老においてはそんなじゃないかなと思います。あと裏マロにおいて水属性弱すぎるんで、なかなか苦しいところはあるかなと思います。はい、続きましてアメリア・ウィルデス・セイルンですね。こちら確定ガチャだったんですね。忘れてました。1ターンの間1コンボ加算、光属性の攻撃力が 2.5 倍、敵の HP5 パーブのダメージが7ターンになりました。メリッサ魔王、決済ドロップ覚醒無効5ターン回復、全ドロップ6個解除し、光闇、非闇回復の3色陣になりました。普通に覚醒無効がついたのは強い。クルセイバースキルターンが11ターンになりました。フルツエロのスキルは99ターン指1秒延長に1ターン遅延です。
さあ、まあ、こっからよね、今回の動画の本編は、リナインバース、情報修正が入ります。リーダースキル、変化されます。見ていきましょう。まず、進化前から、火属性の全パラが2倍、火の2コンボで攻撃力が9倍、火の3コンボ以上で攻撃力が12倍、固定500万ダメージです。普通に火力もね、上がってますし、固定500万にもなってるんで悪くはないかな。火の3コンボが使いづらいっていうのが弱点かなと思います。経験とかないしね。はい。で、まあ、リナインバース進化後、火属性の全パラが2倍、火、闇の同時攻撃で2コンボ加算、火を4個以上繋げて消すと攻撃力が上昇、最大11倍という風になりました。はい。これによって、攻撃力の上昇倍率だったから、11倍までの、倍率の出し方が楽になったんじゃないですかね。火9個かな ?6 個かな、わかんないですけど、6個か9個で最大倍率が出るんじゃないかなとは思ってます。そんな感じですかね。はい。で、ナインバース上手で入りましたけど、まあ、正直、まあ、使わないかなって感じですね。火属性って今別に炭治郎聖奈いるんで、わざと炭治郎聖奈を、なんだろう、こいつらが超える可能性ないじゃないですか、リナインバースが。だこれを使えるって言ってる実況者は嘘つきなんで、僕は嘘つかないんで言っておきますが、まあ、リナインバースは多分最強ぶっ壊れチートだと思います。詳しいね、使ってみた動画は、またご視聴。正直な話、リナインバースを最強ぶっ壊れチートっていうのは無理ですね、どう考えても。炭治郎聖奈でいいと思いますので、まあ、リナインバースはあくまでやっぱりね、このキャラってサブで強いキャラなんで、別にリーダーで今更注目されることはこの上手でじゃないかなって感じ。ただ、リナインバースはマジサブで強いキャラなんで、そっちの方の使い勝手は全く変わらずに残るかなとは思います。そんな感じです。はい。続きまして、ガウリーですね。進化前は光属性の攻撃力と回帰力が3倍、指を5秒延長、光4個消してダメージを半減、攻撃力が6倍と、半減持ったんで、少し使い勝手良くなったかなと思います。ガウリー進化後、攻撃タイプの HP が2倍、4色以上同時攻撃で攻撃力が4倍、7コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が 5.5 倍となりました。攻撃力が22倍に上がったことによって、使い勝手いいんじゃないでしょうか。まあ、普通にファスカと組み合わせてあげれば、まあまあ強いと思うんですけどね、実際これ。結構使い勝手いいキャラになったとは思います。そんな感じですかね、ガウリー。はい。続きまして、オーフェンですね。リーダースキルは76マス、8コンボ以上で攻撃力と回帰力が4倍。光と闇の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が4倍という感じになりました。はい。76マスのくせに、地味に火力が16倍になったのはでかいのかなとは思いますが、軽減しかないってことを考えると、まあ別にハスカでいいのかなとは思ってしまいますね。そんな感じの性能です。変身がいらないっていうところが魅力ではありますが、まあまあ、だからなんやねんって感じですね。はい、そんな感じ。クリオエヴァーラスティン進化前、光の2コンボ以上で攻撃力が5倍、指を5秒延長、ドロップ5消してダメージを半減、攻撃力が3倍です。攻撃15倍に半減か。結構こっちはね、悪くないですけど、光2コンボはちょっとめんどいかなって感じ。進化後は、光と闇の HP が 2.5 倍。もう 2.5 倍ってしてね、軽減つかないからな。指を5秒延長、光6個消して攻撃力が15倍、2コンボ加算。え、これ強ない?は?いや、これ、意外と、強いんじゃね?いや、わかんないですけど、これ、HP2.5 倍で、しかもリーダースキルの発動条件、光6個消しだけなんですよ。で、光6個消しで半減持ちのキャラって全然いるんで、HP2.5 倍に、これ組み合わせれるって考えたら、今回の中だったら、周り手がね、結構あんまり強化されてない中、こいつだけなんかバシッと強化されてますね。ますね。クリエイバラスティって光9個消しがだるかったキャラなんだけど、普通に光6個消しで2コンボ加算入るなら全然使えると思います。個人的にクリエイバラスティこれもはや、なんだろう、ちょっとね、これね、そう、このキャラがね、こんな感じで光生成なんですよ。これ光生成してくれるんで、だったらもうクリーをこれ周回でも普通に使えるんじゃないかなとは思ってしまいました。結構強いと思います、ガチで。そんな感じ。ただ問題はこいつ2体いなきゃダメなんだよな。それがちょっと苦しいよなって感じ。サガラですね。攻撃タイプの HP が2倍、4色以上同時攻撃で攻撃力が8倍。小属性いずれかの50消し1個につき攻撃力が 2.5 倍って感じです。はい。続きまして、カナメのコメントでいきます。カナメ、水属性の HP と攻撃力が2倍、指を3秒延長、水光の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が9倍って感じです。HP2 倍に軽減があって、攻撃力18倍、安定してる進化前ですね。はい、続きまして、進化後、水の光の全パラメータが 1.5 倍、指を3秒延長、水光の同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が9倍、1コンボ加算です。普通に耐久力は硬くて悪くないですが、攻撃が 13.5 倍しか出ない、プラス水属性ってことを考えると、そんなに強くない性能だと思います。そんな感じです。はい。なんかこのコラボリーダースキル思ったより微妙だなと思って、で元々もね、正直不死身ってリーダーではそんな使えないんですよ。何より新キャラ3体がリーダースキル全部環境トップ10入るレベルの強い性能なんで、どうせ既存キャラ大して強化されないだろうなと思ったんですよ。そしたらなんかとんでもないに見えましたね。見ていこうと思います。リナインバースドラゴンキラーごこ持ち、ああ
どうしたいきなり。まあ、そっか、最近あれだもんな。ドラゴンキラーのキャラクター高いキャラが出てきたから、対抗してやろうってことなんだろうね。ナインバース、ドラゴンキラー5個持ちです。はい、そしてナインバース、進化後ですね。7強2つに無効貫通。そして悪魔キラー2つ持ちは変わらずで、スキルブースト4つ持ちになりました。いいっすね。ガウリーガウリーフ、進化前、7強が1個増えて軽く上がりました。進化後ですね、悪魔キラーが1個増えて軽くぶち上がったって感じですね。はい、そんな感じ。続きまして、ガウリーの武器、お邪魔耐性が2個増えました。オーフェン、こちらに関しては、無効貫通が1個増えましたね。オーフェン進化後、スキルブーストを打つ持ちになって指延長プラスが増えましたね。はい、そんな感じ。オーフェン進化後は、スキルブーストプラスになりました。オーフェン武器は、俺何言ってるんだ？ドラゴン、なんで？毒耐性が増えました。はい、次いきます。頭がおかしくなった。クリオエヴァラスインですね、10個無強化が増えました。クリオエヴァラスイン進化後、お邪魔耐性プラスが増えました。クリオエヴァラスインは、暗闇耐性武器が増えています。そんな感じ。そしてサガラですね、闇コンボ強化が増えました。進化後スキルを打つ持ちになりました。別の進化の方ですね、こちらもスキルブースト打つ持ちになってスキルチャージが増えました。要進化前スキルプラスが増えてスキルを打つ持ちで雲耐性も増えました。そして、要進化後は、なんだこれ、創作耐性が増えました。要武器、暗闇耐性増えています。そして、ゼルガネスグレイワーズですね。こちら、指延長プラスになっています。そして、アメリアに関しては、スキルブースト4つ持ちになりました。マジクリーン、スキルブースト1個増えてます。ボルカン同鎮は、スキルプラスになりました。メリッサマをですね、こちら、スキルプラスになっていて、なおかつ、無効貫通が増えて、軽くも出るし、無効貫も出るって感じのキャラになりました。そして、ゼロスですね。こちら、バインドまとまって、7強が増えました。直入れの場合強いかもしれませんね。はい、そして、テラスですね。こちらに関しては、スキルプラスになって、指延長プラスになって無効貫を2つ増えました。ナーガに関しては、指延長プラスが増えてます。こっちダンジョンキャラの方ですね。小学生増えてます。増えてます。リナインバース7コンボ強化が増えました。あ、これあれね、こっちのキャラで見よっか。小学生増えてんなら7強が増えてくれて、軽く目7強3つ無効貫つ持ちにできるようになりましたね。軽く上がったって感じで悪くないと思います。そんな感じで、これに関しては7コンボ強化やっぱ持ってるんですね。これが安定してるようなって感じですけどね。はい、そんな感じです。そして、ガウリーですね。こちら無効貫通が増えて火力が上がりました。無効貫2個、7強2個、悪魔キラー2個にもできるようになりました。7強でもいいけどね、無効貫もつけるんだって感じです。はい、でオーフェンですね。そうだね、そういやさっきのキャラの転生進化は小学生は攻撃、体力、操作負荷、お邪魔耐性プラス、なんかあれだな、思ったよりって感じだけどな。まあでもキラーつくの強いですからね。はい、でこっちは50倍化強化が増えて火力が上がるようになっています。そんな感じです。はい、次クリオエヴァラスティンですね。スキルプラスが増えました。いや強い。ちょっとクリオが一番強いじゃん。普通にスキル4は強いだろマジで。こいつのスキルみんな見てもらったら分かると思うんだけど、回避力ゼロになって指2秒短縮入るけど光を1列作ってくれるんですよ。普通に優秀で、しかもスキルを2になるならマジで使えると思う。こいつ周回でもバカ強えなマジで。そんな感じですね。いやクリオは個人的に評価バカ高いわ。使い勝手が多そう、使い道が良さそう。こんな感じで、さから闇コンボ強化増えています。まあ、別に無効貫でいいですけどね。それだったら、要スキルプラスが増えま、は？スキル6個持ちやん普通に。なんかスキブ6個持ちになりました。はい、で要、こちらがスキブ4つ持ちになってって感じです。はい、そしてゼルガーズグレイワーズ10強が増えています。火力上がりました。そしてアメリア回復努力が増えて回復力上がりました。ゼロス無効貫通増えています。マジックリーン暗闇耐性プラスが増えました。ボルカンドーチン雲耐性増えてます。そしてメリッサマオですね、こちらはスキブプラスが増えてランダムとかで使い勝手良くなりました。クレスエーバーは L 字消しって感じです。そんな感じでした。はい。はい、ということで、ここまで不死身ハンタジャー文庫レジェンドの情報修正の方を発表させてもらいましたが、個人的な評価を少しだけ話しますと、まず新キャラは3体ともバカ強いです。特にマギーに関しては、裏マロン適性がちょっと高すぎると思うので、かなり期待できるキャラ、普通に環境トップ10どころか環境上位狙えるキャラだと思います。そのレベルで強いです、マギーは。で、ナーガに関しては水属性ってことがあって弱すぎると思いますが、水属性ってことでね。ただ、リーダースキルはそれを覆すぐらい強いんですよ。適正ダンジョンが、水属性の適正ダンジョンが来たりとか、まあ何かしらこれはめちゃめちゃ強くなるとは思ってます。今の環境でも十分水属性のくせに強いと思います。で、テスタロスに関しては、前回の荒木と相性良すぎるんで、どっちみち強くなるかなって感じですね。で、既存キャラに関しては、オーフェン、かなり期待できると思います。先制進化悪くないと思うんでね、オーフェンは普通に使い勝手がいいと思う。で、リナインバースのギグ進化に関しては、まあまあまあ、使いづらいかなって感じはあるけど、まあ、うまいこと使えれば強いのかなとは思いますが、別にレムより良くねって感じはありますね、正直。
で、正直相良の進化に関しても、まあ、別に使う必要はないのかなと思う。ただマシンタイプ縛りでガチガチのパーティーが組める人ならめちゃめちゃ使い勝手いいと思います。そんな感じで、個人的に既存キャラ上手で一番強いと思うのはクリオイバーラスティン。やっぱりこれ評価バカ上がると思います。元が強いんだけどね、さらに周回等で使い勝手良くなりました。リーダーとしても最低限は使えると思います。何より周回要因としてかなり評価上がったかなって感じ。あとのキャラはまあぼちぼち強化入ったって感じですかね。こちらが不死身ハンタージャーブンコレジでの評価でした。また詳しいキャラのね評価ランキングとかはね日曜日に追加で話しますし、他のことに関してもいろいろ話していこうと思います。まあということで、ここまで見てくれた人ですね、ぜひよろしければチャンネル登録と高評価の方を忘れずによろしくお願いします。ということで、チャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。